みなさん、フジおいで。よむらさん、ひくのじょです。飲める洗剤を作りたい。飲める洗剤を作りたい。いや、この間ね、食器を洗ってて、はい、食器用洗剤をこうふっと見たわけ。裏面読むの好きだから、うん、そしたらね、用途のところに果物、野菜って書いてあったわけ。あー、あるね。あ、そっか、まあ食器だけじゃないんだなって思ったの。ほう。でも、まあ、もちろんさ、その果物、野菜を洗剤で洗った後によく洗えば問題はないんだけどさ、うん、そもそも食べ物だけで洗剤を作っちゃえばごーくごーく安全ってことじゃない？あー、なるほど。ということで、飲める洗剤を作りたい。2回言った。まあなんとかなるよね。まあ、うん、イメージは湧きました。それでは、レッツ洗剤ゴクゴク。いややな。それでは、用意した食べ物、食材はこちらです。これでいけると思うねんけどな。あ、卵。そう、まずこの卵がね、一番大事なんですけども。あ、肝ですか。そうです。そもそも、じゃあ洗剤ね、うん、何が入ってるかっていうところちょっと見てみましょうよ。なるほどなるほど。じゃあまず一番大事なのが油を浮かせるやつですね。が界面活性剤と言われるもの。うわ、おいでも知ってるわその言葉。名前は知ってるよね。知ってる。界面活性剤自身が水にも油にも馴染むという性質を持ってるから、ほう、両方馴染ませて流すっていうことができるわけ。なるほど、浮かせてんだ。そうで、この界面活性剤の成分の中でも人の口に入っても大丈夫な成分っていうのが2個あんねん。お、2個世の中に。その成分がサポニン。サポニン。もしくはレシチン。なるほど、レシチンね。この中の今回はレシチンに着目をします。はい。というのもですね、卵の卵黄にはレシチンがすごくたくさん含まれてんねん。おー。この卵黄レシチンを使えば界面活性剤の代わりになるんじゃないかということで、まず卵やな。なんで卵にはレシチンがいっぱい含まれてんのだろうか。理由ありそうだよね。卵ってそのものが生命になるわけじゃん。だからその生命になる途中にレシチンがすごくなんかいるんだろうね。あー、その鶏になるための。そう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 。あー、そうなんかな。ちょっとさすがにごめん、そこまでは知らんわ。知ってる方は教えてください。むしろ知りたい。で、続いて、うん、洗浄成分やね。あー、大事な。そう、洗浄成分はもう僕が大好きな。大好きな。大好きなウルトラオレンジにも入ってるオレンジオイルでいきますよ。あー、そうか。なのでこのオレンジの皮から、オレンジオイルを抽出します。あー、まあまあオレンジがこうキュッキュッと落ちんのはなんか知ってるわ。そう、オレンジオイルが入ってる商品もよくあるからね。あるあるある。それ使いましょう。そして安定化剤というのが必要です。これは、まあ、冷えすぎても固まらへんとか、うんうん、なんか中で分離せえへんとか。あー、なるほど。いや、その洗剤という液体が安定するためのもの。あ、なるほど、大事だ。そうで、この安定化剤の中でも食べられるものっていうのがね、ペクチンですね。なんか聞いたことある、ペクチン。ペクチンはジャムをトロトロにするときとかに入ってるやつ。はあ、そんなところにもペクチンが。なんかジャムにも入ってんねん。ペクチン、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 ペクチン。ちょっと全然わからへん。なになになに、ハレニシさんのギャグ知らない。そう、ほんまにペクチンなん。ポクチン。マジで、このペクチンは、レモンから抽出できるので。っていうのもジャム作りをするときもね、ペクチンがあんまり入ってない果物をジャムにするときは、うん、このレモンからペクチン借りることがあんね。おー、なんかヒッサンみたいなね、ジムのくらいから借りるみたいな。そうそうそう、借りて計算すんのよ。はいはいはい、わかりやすい。そう、だからこのペクチンはもうレモンから出しましょう、うんうんうん。そして、防腐剤。はい、これも単純に腐らんようにするやつやね、うんうん。まあ、最近注目されてるのがグレープフルーツシードですよ。おー、シード、種だ。グレープフルーツの種から抽出した成分が、うん、まあ、防腐剤に使えるということが最近分かってきて、まあ、化粧水とかに使われたりし始めてる。化粧水に入ってるの？そう、ただまだね、なんか毒性があるんじゃないかとか、いろんな、まあ、研究途中の部分があるらしくて。大丈夫？研究途中のものを口に入れて。ただね、種だけを使えば毒性ないっていうのは分かってるみたいです。なるほど。これ論文読みました。まあだってグレープフルーツ食べてるもんね、普通に種ごと。そう、もうガリ食べへんけど、出すけど、もうガリッといっちゃってもそれでなんかっていうのは聞かへんから、うんうんうん。なるほど。そう、この種から抽出したグレープフルーツシードのエキスで防腐剤にします。はい。食器用洗剤はあの中性洗剤っていうね、うん、あれはあの酸性中性アルカリ性の中性よ。うんうんうん。だから最後にそう中性にしたいのよ。
うん、でもレモンとか使ってるから多分ね完成品酸性になっちゃうね。はい、あーそっか、酸っぱいからね。そう、酸っぱいからね。なんかそれを無理やり中性に持っていくために、食用の重曹、はい、重曹は水に溶けるとアルカリ性の成分を示すので、へー、これをちょっと混ぜることで酸性の完成品がこうちょっと中性に持っていけると。中性よりになるんだ、すごいね重曹、はい、なのでこの重曹を最後に入れたら完成と。はあ、すごい、本当に食べ物滝じゃん。そう、これで飲める洗剤ができるはず。界面活性剤の特性がまあ3つあるんで、うん、卵黄にその力があるかっていうのを確かめていくために、まず1個目、うん、ウールの毛糸を使って浸透作用を確かめます。なるほど、こちらおばあちゃんから借りたウールの毛糸です。ありがたい、もう最近さウール 100% って少ないね。おばあちゃんだね。そう、 10% ぐらい河川が入っちゃって、なあ、じゃあ貴重なんだこれ。そう、だからちょっとだけ使います。ありがとう、申し訳ない。でも今これご覧いただいたら分かるように、水に毛糸を浮かしてんのね。おお、ほんとだ、浮いてる。でウールって水吸い出したら吸うね。でもなかなかその最初の一吸が入らへんっていう性質があんねん。な、羊ってすごいんだ。そう、もうすごい水を弾くようになってんのよ。雨にも濡れられるんだね。この何も入れてないこれをこうぐるぐるかき混ぜても、うん、ウールの毛糸沈みませんと。おお、ここに界面活性剤を入れると浸透作用っていうのが生まれて、うん、このウールの毛糸に水分が浸透して沈むはずやね。不思議だね。これがまあ沈めば卵はちょっと洗剤に使えそうじゃないかっていうことが分かるわけ。実験だ、まさに。じゃあちょっとやってみましょう。はい、卵入れましてかき混ぜます。どうや、うわ、どうだろう、うわ、ちょっとやっぱ沈んできてんじゃない。沈んでる、沈んでる。全沈みじゃないけどさ、完全に水の方完全に浮いてるもん。全然違うよなー。おー、ということは卵は浸透作用があるということやな。で続いて、まあ、これがちょっと大事なとこなんですが、まあ、乳化作用ですね。乳化か、要は水と油が混ざるかどうかよ。あー、そうか、意味ないもんね。これ混ざらんかったら意味ないから、はい、油を浮かした水、はい、で1個だけ卵入れるね。もう、そうか、そうか。ただまあ1回この水だけのやつかき混ぜます。はい、さあどうだ。あー、ほら、全然もう全然油ほぼ浮きっぱなしよ。こんな違うんだね。じゃあこの反対の方にちょっと卵を黄身入れてかき混ぜてみます。なー、あ、どう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 、はい、どうどうどう。だ、一つのさ成分が入るだけでこんな違うんだ。結構馴染んでんじゃない。馴染んでる。だからこれで油と水を馴染ませることが卵にはできるということや。できるんだ。でもう一個、分散作用というのがあって、うん、これ今水にねろうそくから取ったすすを浮かせてます。これか、すすを使うのって。これご覧の通りすすと水っていうのはこう混ざらへんね。これが界面活性剤を入れることで液体にすすが取り込まれていくわけ。不思議だな、もう絶対イメージつかないな。じゃあこう混ざるはずなんだが、うんうん、じゃあ混ぜるで。はい、あー、うわー、全然やん。混ざるまではいかないか。卵からレシチンだけを取り出して入れてるわけじゃないから。面白、あくまでも入ってるってだけやん。これさ、洗剤左側に入れてみたらどうなんだろう。あ、多分ね、めちゃくちゃ分、これめっちゃわかると思う結果。ちょっとやりたい、ちょっとやってみましょうか。入れます。おーおーおー、すごい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 。おー、全然、あ、すごいな。うわー、やっぱすごいな、売ってる洗剤。洗剤すごいわ。これは分かりやすい企業努力だね。研究して作ってますよ。で、界面活性剤の実験とは直接関係ないねんけども、後で必要な予備知識としてこちら用意しました。なんだろう、大好きな色の水です。そう、綺麗な。これは、紫キャベツを煮込んだ汁です。わ、こんな綺麗な色になるんだ。そう、で、この紫キャベツがですね、実は酸性中性アルカリ性を調べる指示薬として使えんね。キャベツそんなことできるの。キャベツとかそんなことできんのか。あとね、あのアジサイとか、うんうんうん、
ハイビスカスのアントシアニンが関係してて、その汁を使えば酸性中性アルカリ性を確かめることができるんやけども、できるんだ。まあちょっとそれがどういう色になるのかっていうのをここで見とこう。でまず左側は、まあ、以前罰ゲームでも使った激酸っぱ水の粉、あ、酸だね。そう、酸性になる粉をこれ入れます。はい、うわーすごい、きれい、マジックアワーじゃん。めっちゃきれいやな。うわ、色は混ぜると、全体がピンクになるね。素敵ですね。これが酸性はピンク色になります。うんうんうん。でもう一個アルカリ性の方がじゃあ何色になるでしょうか。黄色。お、なるよ。本当？ほんまに黄色やねんけど、ほんまに黄色やねんけど、黄色に変えるほどの強いアルカリ性のものが、その簡単に手に入らへんのよ。なあ、まあ食材だけでいくとね。そうそうそう。うんうん、だから多分黄色にまではいかんと思うけど。あ、じゃあちょっと。色が変わるかなっていう、ちょっと黄色によるといいの、まあ、緑ぐらいまでいくといいなっていう感じでちょっとこの重曹入れてみます。はい、あーあーあー、あ、まあ、でもあんま変わらんね、まあ、重曹は弱アルカリ性なのよね、若干ということもあろうかと思い、おお、さすが、なんかあるの。重曹よりはもうちょっとアルカリが強い。あ、まあそれでも弱アルカリなんだけども、セスキ、あー、あれだ、ダイソーに売ってる、あ、そう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 、あ、掃除できるやつだ。セスキの粉をちょっと持ってきたんで、これちょっとセスキで色変えてみたいと思います。朝日よりは、あ、まあ、ちょっと変わったか、ブルーではなくなったって感じだな。うん、緑、あ、はい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 。そうで、このじゃあなんでこれをやったかというと、今回材料にレモンとか使ってるから、はい、多分完成した洗剤は酸性やねんな。あ、そうだね。それ紫キャベツの汁を入れると、ね、多分赤になるはずやね。だから重曹をちょっと入れて青になってたら中性洗剤になってるっていう、そう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 、はい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 、そのじゃあどれぐらい重曹を入れたらいいんですかっていうのが目に見えるわけや。なー、すごい、なるほど、その予備知識で今これをやりました。そういうことか、視認化できるってことは、そう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 。じゃあまずはオレンジを洗剤で洗います。何のために？後で食べるから、あのオレンジのワックス落とさなあかん。え、ここで中性洗剤使うの？そうですね。お、本末転倒すぎる。えぇー、マジか。じゃあこのオレンジの皮を薄く剥いて、うん、120度で15分オーブンで乾燥させます。いや、大変なんだね。でこの身の方はもう持って帰って食べてください。じゃあその間にレモンを洗剤で洗う。ねえ、もういいって、いいって、洗剤で洗うパート意味ないじゃん。食べるためですね。さあ、このレモンはね、外側の皮、うん、その内側の白い分厚い皮あるね。で中の薄皮と身に分けて全部重さを測ります。めっちゃ大変じゃん。ここ、この重さが後々大事やから、これはしっかりやらなあかんな。え、なんかもうこれ料理より大変な工程になってきたね。やっぱね、お菓子作りの工程は料理より大変よ。いや、お菓子作りじゃないかな。今一瞬考えちゃったよ。まあでもこれはあのジャムを作る時のペクチンの取り出し方やから。あ、そうかそうか、そうそう、お菓子作りでも通るよね。じゃあこのレモンのまず外側の皮を茹でこぼしします。茹でこぼし、そう、茹でてお湯を捨てる、ほう、っていうのを2回ぐらい、はい、苦味を取ります。やります。食べるから。内側の白い分厚い皮と中の薄皮も茹でこぼします。はい、これ2回ぐらいね。でこの外皮内皮薄皮の重さの合計の4倍の水、おお、結構入れるね。その重さの3分の1の量の果汁、おお、聞いた、果汁を絞って、60分間ぐらいですね、弱火でコトコト煮込みます。なんかもう洗剤食べられなくてもいいかなって思ってじゃあそうこうしてる間にオレンジの皮乾燥したから、鍋で煮込む。その鍋に鍋の蓋を裏返しておいて、水蒸気が鍋の蓋を伝って真ん中にポタンポタン落ちる、そのポタンポタンを湯飲みに集めます。何これ、すごいね。まあ、こうすることでね、オレンジオイルの成分を集めることができる、ね、もうホグワーツの授業魔法学じゃん。もうでグレープフルーツの種を取り出して、これをまあ100度のオーブン15分ぐらい乾燥させます。ちっちゃいね。ちっちゃいよね。これはちっちゃかったな。ちょっとね、グレープフルーツに品種改良が進んでるとは思わんかったわ。こんなちっちゃいんだ。いや、普通は入ってるや、種。あれ
いろんなところの頑張りを知れたね、今回。いやー、ほんましょうがないんで、この種を使おう。すりこぎですりつぶしてね、粉々にしたら、煮出します。さあ、ということでこちらですね、界面活性剤、はい、安定化剤、洗浄成分、防腐剤、そして pH 調整剤がここに出揃いました。めっちゃ科学な名前だけど、これ全部食べ物で揃いましたね。すごいわ。じゃあこれを混ぜて洗剤にしていきましょう。きっと、まあもう分量適当やけどね、これ混ぜまして、で最後にこの紫キャベツの汁を入れるとちょっと赤くなるはずなんよ。あ、さっきのだね、大事なところだ。そう頼む。あちょっと赤いね。あー、ここにちょっとだけ重曹を入れて、赤くなくなれば完成ぐらいでいいと思います。きた、中性にしよう。完成しました。いやこれが飲める洗剤。道のり長かったけどいけたね。いけたね。ちょっと洗剤に名前つけてよ。食べるクリーンです。食べるクリーンいいじゃないですか。やできました。これが我々の食べるクリーンよ。飲む前にやっぱちょっと洗ってみたいな、油を、汚れを。まあそっちがメインやから。じゃあごま油の敷いたお皿を2枚用意しました。はい、まずは普通の洗剤で洗ってみるね。あ、いいね。まあ泡立ちはいいよな、まあ、いつもの感じだ。こちなみにこれは何の洗剤ですか？キュキュットです。あ、キュキュットね。あーもうね、キュキュッとしてますよ。ぬるぬる一切なし。食べるクリーン。忘れて、一瞬忘れて。食べるクリーン。食べるクリーン嫌やな。いや、落ちるかな。結構ぬるぬるだけど、泡は立てないんだね、さすがに。あー、なんか面白い。待って、めっちゃ食べ物の匂いするよ。ほんまやな。いけるんすかこれ。これ何の匂い。いや、見た目ぬるぬるは取れてるよ。意外といいんじゃない。いきます。うわあ一緒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 。マジ。え、全然ぬる。マジで持ってない。ぬるぬる全くない。これはわ、すごいすごい。変わらない変わらない変わらない。クリーン部分はオッケーや。ということで、今日のメインですよ。めっちゃ嫌や、なんかちょっと結構すごく嫌やな。これさ、飲んだ後にお皿洗えばよかったね。あ、お皿洗ってるところを見た後に飲むのがなんかすごい嫌やな。あ、でもコンポタージュだな、見た目は。うわー、これ飲むのか。それでは。怖っ。めっちゃくちゃ過去一怖いかも。すごいワクワクしてる。うわ、いただきます。いただきます。うわー、まずい。苦っ。まずくはない。グレープフルーツの苦いところと卵。卵だ。卵やな。卵だ。まろやかやな。ビタミンのサプリ。サプリ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 だ。それの味。あの、お水で流し込む前にちょっと舌に溶けちゃった時だ。すごい。じゃ、健康にもいいんだこれ。ちょっと待って、そう思ったら飲める。うわ、サプリサプリ。うわ、ちょっとだけまろやか。ということで、動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。正直ちょっと洗浄力は足りないのかなと思ったけど、こんなに落ちるとは思わなかった。十分十分。そして栄養があるとは思わなかった。最高じゃん。一石二鳥だね。せーの、バイバーイ。バイバーイ。これさ、卵が入ってるわけじゃん。何日ぐらい持つかね。いや、そう、グレープフルーツの種がもっといっぱい取れてたら結構持ったはずやねんな。3日ぐらいかな。冷蔵庫保存で3日ぐらいかな。でも洗剤の保存方法ちゃうねん。もうここまでやったけど3日か。